ボーイズグループ BTS、防弾少年団のメンバー J-HOPE が AR 前のハートをつかむ自撮りを共有した。24日に J-HOPE は BTS の公式ツイッターにサングラスやカメラなどの絵文字とともに、1枚の写真を掲載した。公開された写真には四角形のサングラスを着用しカメラを見つめている J-HOPE の姿が盛り込まれた。ブラックとホワイトの配色のモックネックを着た彼は、スマートなスタイリングで視線を釘付けにしている。J-HOPE は無表情ではあるがカリスマあふれる眼差しと面長な顔、立体的な横顔でファンの心を狙い撃ちした。特に明るい色のヘアカラーがぴったり似合い、人間消化剤の様相を呈した J-HOPE だ。これを見たネットユーザーは何てことだ。ホビ、本当にすごい。サングラスを外した写真も見せてね。あなたは私のホープ、私はあなたのホープなどのリアクションを見せた。一方、J-HOPE が所属している BTS は7月9日にシングル CD バターの発売を控えている。DSP、捜査機関がエイプリル内の集団いじめを認定。事実と異なると立場明かす。いじめを暴露したイヒョン上等との嫌疑なし決定受け。中国上海の美術館で女子大生5000人を隠し撮りし、勝手にランク付けして展示。波紋が広がり中止に。韓国でもありえないと話題。GOT7 ユギョム、ビフォー、アフターが韓国で話題。JYP から AOMG に移籍。JYP 時代には額を隠していた前髪を開ける。ユギョムよりもユギョムを知っているバンバムの発見。注意 AOMG とは JYP での先輩 2PM 出身のパクジェボムの会社。